ズームスタジアム広島には大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦広島東洋カープ対読売ジャイアンツの23回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊下さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。エース対策をベンチも当然考えてきてるでしょうね。いや、もちろんですね、深くミーティングもしてると思いますけれども、まあ、野手も気合を入れて改善してると思います。ではそのあたり注目していきましょう。まあ、できれば肩の力を抜いてリラックスして臨む。アウトコース見送っています。真ん中落ちました。ヒットになった。これでシーズン最多安打記録を塗り替えました。ワンアウトランナー。1回の裏、カープの攻撃です。カープはご覧のようなオーダーとなっています。菊池が打席に入ります。昨日はチームに貢献する活躍を見せました。さあ、ジャイアンツはエースが登板ということになります。さあ、そのエースをカープ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。セカンド取る、アウト、ワンアウトです。小宮山さん、序盤で先発投手降板となってしまいましたがいかがですか。そうですね、ここから見ていても本調子じゃなかったんで、まあ、取り返しのつかなくなる前にということでしょうね。切り替えていきましょう。ボールになります。これが3球目。サード取った。一塁送球、アウト、ワンアウト。もうすまんね、ちょっと俺これやりようか。あんたの荷物だろ。まあ、カープとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。バッターボックスの岡本、今シーズン得点圏での打率は6割1分8厘となっています。うーん、さすが打った。大きな打球だった。レフト下がっていく、下がっていく。アッターホームラン、なんかのこれだった。満塁ホームランになります。楽しい声だった。これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しかも優しい声だった。ファンの悲鳴の中、マウンドに入ってしまいました。え、つまんない。いや、ごめん、これは失投でしたね。そうですね、コスメディア制約で警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。なんとも痛い失点となります。コスメディア制約かもしれない。打席には5番バッター岡本、先ほどの打席で満塁ホームランを放っています。フォアボールのランナーで2塁1塁となっています。これセトリアス、この試合は先発野手全員コーラ、コーラなんだよ、あんたのうちにコーラ行け、コーラで、はずけ、打順は4番岡本、今日はホームランを放っています。ワンアウトになっています。最初は変化球できました、2球目は何で来るか。打ちました、ツーラツー、ファウルになります。次は厳しいところでストライクを取らないといけませんね。できるかな、ファウルだけ。これが4球目。家で次もまだあるんだよ。ツーランだ、ツーランだ、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。自分で受け取りに行けの。うん、すごいね。話のことは何もないんだよ。食べたいものあるんだから。12対1。4番に一発を浴びてしまいました。ご覧いただきましょう。
スタンドまで運ばれてしまいました。この後の投球に影響が出てしまうんでしょうか。完璧に捉えられてましたよね。非常に苦しい展開となってしまいました。ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。